かわいいでしょ、うん、これね、ファリーダの、あの、今までね、あの、動画もいっぱい出てるけど、あの、うん、ファリーダのオールドタウンシリーズっていう、あの、ギブソンっぽい、うん、あ、そうか、マイクが。ああ、ごめんね。あの、ギブソンっぽい。ギブソンっぽい、あの、うん、LG1 とか J45 とかっていうのを、まあ、あの、お世話になって、あの、いっぱい、あの、今まで出てたけど、うん、それがね、生産終了になって、あ、で、もうなくなった。売れたね、あ、結構売れましたけど、あの、今は、あの、もう、あの、もう日本にもなくなった。うんうん、で、あの、あと、うちは J45 のタイプは2本があると、あと J45 のメープル版の1本だけある、その最後の3本かな。で、その新しいシリーズは、あの、いかがでしょうかということで、あの、これをこの間2本ほど送ってもらったけど、あの、まあ、中国産のね、この、これはまあ、なんていうかな、その、さっき言ったギブソンスタイルとかじゃなくて、もう独自のこういうちょっと、あの、まあ、でも可愛い、あの、ショートスケールで、ボディもサイズが小さくて、あの普通のサイズとかもあるけど、まあ、普通のサイズだったらいっぱい、他のギターもいっぱいあるけど、まあ、これちょっと変わって面白いかなと思って、うん、しかもオールマホガニーで、あの、いい木目のところを使ってきれいでしょ。あそこはもう、あの、木材はすごいいいのが、あの、あります、そこの工場は、うん、1回工場に、あの、見学に行ったことある、あ、うん、はい、数年前に、あの、行って、すごい、あの、設備で、で、あの、まあ、これ安くて、5万5千で、この、あの、税込みで5万5千、あ、違う、ごめんなさい、税抜きで、6万500円で、あの、まあ、ケースもついて、ソフトケースもついて、ピックアップも入って、あの、まあ、ピックアップ、はい、いいね、あの、あの、フィッシュマンのね、ピックアップも入って、うん、いいですね、あの、結構よくできて、あの、ヴィンテージスタイルのペークとか、あの、ウェーバリーじゃないけど、ウェーバリーっぽい。で、音も結構、あの、使いやすくて、うん、可愛いなと。さっきまでほら、ドレッドノーとか、うん、はい、大きいの弾いたら、はい、すごい気軽な感じで、ね、はい、そうですね、うん、かといって、音はなかなか、うん、短いから、あの、さっきのコードも、あの、楽に楽勝ねえ、普通ならこんなのあるとこが、そうそうそう、ディミニッシュ、そうそう、結構なんか気に入った、これは可愛いなと思って、あ、うん、で、まあ、あの、昇進中向きでもね、あの、うん、ね、あの、値段もいい感じで、あと、ちょっと小ぶりの欲しい人とか、うん、気軽な感じで、トップは短板で、うん、あ、そうなん、サイドバックも後半だけど、うん、そう、そういうよくできてる、うん、よくなってるよ、うん、音量はそんな、あ、なんていうかな、バカなりはしないけど、うん、でもちょうどいいぐらいなんで、そうですね、スケール短いから行き過ぎたから、ね、行き過ぎた、よくわかったねなんか、あの、優しい音というかな、ね、まあ、マハガニは、うん、マハガニトップはやっぱり優しい音すると思う、うん、気持ちいい音、うん、なんかこれもなんか、まあ、さっき言ったような昇進中でもいいし、その、マイクのついたちょっと安いものが欲しいとか、うん、あの、うん、持ってきやすいものが欲しいとかだったら結構、あの、おすすめじゃないかな、ね、ライブでも気軽に、うん、そうですね、
そうね、エレキ弾きの人とかちょっと何曲かアコギ欲しい場合だったら楽に弾けていいですよ、はい、そうそう、いや、かといって、うん、あのメロディー弾いても全然、うん、大丈夫、うんなかなかあのいい感じのケースもあのソフトケースもついて、はい、ファリーダの G6ENS という名前です、はい、これ本当気をつけないとなんかあのいつもの感覚で弾いてるとこれあれ新しいあのソロねだいぶショートスケールなんですか、ね、そうですね、うん、まあだいぶか、まあ、ちょっと、ね、はい、うん、でも逆にこれになれたら本当弾きやすいというか、うん、難しいコードもね、そうそう、